アルバート家の令状は、没落をご所望ですが、先による日本のライトノベル。2014年7月から2019年12月まで、小説投稿サイト、小説家になろうで、オンライン小説として連載。2015年4月から2020年12月まで、角川ビーンズ文庫より、文庫版が刊行された。2018年6月より、 ビーズ、ログコミックにて彩り好きつかさ作画による漫画版が連載中。2020年12月時点で電子版を含めたシリーズ累計発行部数は40万部を突破している。王家に次ぐ権力を持つアルバート家の霊場であるメアリアルバートは始業式の真っ最中にこの世界が前世でプレイした乙女ゲーム。 ドキドキラブ学園から恋する乙女と思い出の王子の世界で自分が主人公に嫌がらせをして最後は一族ごと没落する悪役令嬢だということを思い出した。今のままではアルバート家は貴族至上主義者にいいように利用されると考えたメアリは一層前向きに没落しようと没落コースを突き進むことを決意し、 ゲームの主人公アリシアに嫌がらせをしようと近づくが、メアリの変わり者の性格が邪魔をして逆にアリシアに懐かれてしまう。担当声優はボイスコミックによる。ありがとうございます。